よいしょ。タダヤンゴルフチャンネル。はい、皆さんこんにちは。タダヤンゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。今回はちょっと検証ラウンドということで、前半はしっかりと丁寧にマネジメントしながらラウンドし、後半は、もう本当にピンをガンガン狙っていくような、ティーショットもマンブレしながら回っていく、まあ、それでどんなスコアの違いが出るかっていうことで、ラウンドをしていきたいと思います。まあ、なんでこんな検証をしてみようと思ったかっていうと、自分自身80代前半、まあアベレージ84なんですけども、まあかなり気をつけてショットしてるんですね。で、本当練習場のようにこう自分の最大飛距離を打ったりしながらこうラウンドすると、ひょっとしたらパープレーとか70代とかすごい出るのかなっていうことと、自分自身のこの丁寧なゴルフっていうのが、まあ、正解かどうかっていうのをちょっと確かめたいっていうのもあったんで、ちょっとそういうことでやってみたら面白い結果になったんで、そのあたりも合わせてこう見ていただけると嬉しいかなって感じですね。それでは、楽しんで見てください。ちょっとさっきつま先下がりで、右に、まあ、シャンク気味の球を出てしまったんで、まあ、その意識が残っていて左に引っ掛けてしまいましたね。グリーン脇から、エッジ近いので、これはピッチングウェッジで軽く打って、ちょっとカップをと舐めてですが、カップ先が下っていたのでかなり奥まで行ってしまいました。返しのボギーパットです。上りなのでしっかり打ちたいと思います。まっすぐだったんで、しっかり打てたから入りましたね。よかったです。スタートホールボギー、11番ホール446ヤードパー4、かなり長いパー4で、若干右ドックしていくんですけども、右サイドの木の方、打っちゃうとグリーンが狙えないので、左方向から若干フェードを打つようなイメージで振りました。で、セカンド上り171ヤード、これも相当上って、距離も必要だったので、23番ユーティリティ、当たり完璧でしたね。コンパクトに振って、若干左足上がりの傾斜なんですけども、綺麗に、インパクトできました。エッジギリギリに落ちてトントンという感じで多分止まってくれましたね。距離はほぼ完璧、左サイドからのパッティング、雨でちょっと濡れてはいるんですけども、意外と早いなという感じですね。最近この距離のパットを外しているので、お先にしようと思ったんですけど、ちょっと慎重にしっかり午前中はマネジメントということで、一回待ってから改めて同じルーティンで打ちました。はい、ありがとうございます。ナイスパーですね。この11番ホールはパー取ったこと今までないんじゃないかなと思いますね。よかったです。12番ホールちょっと打ち下ろしですね。9番アイアンでしっかり打ちました。左引っ掛けはここは厳禁ですね。バンカー方向打たないように、コントロールして打ちました。ここはもう手前でもいいかなっていう番手で打ってるんですけど、若干芝がやっぱりぬかるんでるので、エッジからピンまでそんなに距離がないので、完璧ですね。エッジに落としてコロコロっていうイメージですね。はい、ナイスパーです。続いて13番ホール、337ヤードここスプーンでもいいんですけども、右サイド薄い当たりすると、非常に難しい傾斜が残るので、その先まで行けるように、木の右の鉄塔方向から
若干ドローしていくような球が打てるといいとこまで行きます。あ、これも攻めた、これもやっちゃったかな、これも攻めた、すいません、オナが悪いばっかりに。いやいやいやちょっとね、一人じゃ寂しくて誘われた。今日は一人予約なんですけど、同組の皆さんとっても元気でいい方3人でしたね。うん、ギリギリ下に落ちずに残ってくれてて、ラフから打ちました、うん、すごいジャンピングショット、まあ、このつま先上がりの傾斜だとどうしても左に行ってしまうのはもうしょうがないですね。ですがこの場合だとピンから距離のある方向、左サイドに置けばもう寄せ腕は取りやすいなというところで打ってます。まあ、若干、うん、打ちすぎたかなっていう感じはあるんですけども、まあ、この距離に寄せられて、パッドが入るような、まあ、そういう、うん、パーパッドが1メートルぐらい打てれば OK ですね、うん、しっかりとフックライン読み切って、ナイスパーセーブです。続いて14番ホール512ヤードパー5、これはもうテッドの方向から若干フェードするような球で、うん、フェアウェイに置ければ完璧。左サイドは若干狭いかな、右行っても大丈夫だなって安心して打ってるので、引っかからないようにケアをしながら振ってます。いいとこまで来てましたね。これピン狙おうとすると左サイドの木の方向 OB もあるので、バンカー手前まで、うん、運べれればいいかな。ただ雨の日っていうのはちょっと距離が短いと、うん、真ん中あたりの一番沈んだところはもうぐっちょぐちょになってるので、もう少し先に打てればということで今19度のユーティリティで打ちました。うん、56度で70ヤードちょっとの距離でしたけども、しっかり打つことができましたが、若干手前から入ってましたね、ダフリー気味のショットで。ただ手前からいいバーディーパットが打てます。ここ見た目以上に上りがあるので、しっかりとフックラインですね、打てればいいかなって狙っていきたいと思います。うん、重いですね。キュッと止まってしまって、パーパットになります。下りやっぱ切れると思う。同組の方の球がすぐ右横にあるんですけど、参考になるように、カップ右端から入れてます。なんか今日このくらいのパットがやたら入るんで、すごく調子いいなっていう感じで落ち着いて打ててます。右ドッグのパー4、367ヤード、センターからフェードをするような、うん、球を打てればっていうところなんですけど、ちょっと思ったよりも右に出てますね。ですがフェアウェイど真ん中、距離はあんまり出なかったんでセカンドがだいぶ残ってしまったんですけども、5番アイアンですね、ちょっとぬかるんでるんで軽めにラインを出すような打ち方です。ラインを出すような打ち方するとちょっと捕まる球が出やすいんで、若干右サイド出球をコントロールしたんですけども、ドローがかかってこなかったですね。グリーン右サイド、まあ、でもピンに近いところに持っていけたんで、ロングアイアンとしては合格点だったのかなと思います。3打目エッジからだいぶ下りのフックラインチョンっていう感じなんですけども、それでも若干ねスピン入ることも計算したんですけども、ほとんどかからずっていう感じでだいぶオーバーしてしまいました。上りのスライスライン返しなんで、しっかりと入れたいんですけども、まあ、打ててはいるんですが、まあ、スライスライン上りの時はここまでかかんないですよね。ミスパットですね。
続いて16番ホール、164ヤードピンまで166、手前にバンカーがあるので5番アイアンでしっかりとキャリーを出したいというところでティーを若干高めにしています。これは完璧なショットでした。コンパクトに、トップまで持っていってこれも前のホールで5番アイアン打ってるので同じような感じでラインを出していくようなショットです。非常にいいショットが打てたのかなと思います。ピン横これ着弾点が本当ピン横60センチ、うん、でギュッと止まってくれたんですね。これは嬉しいんですけど下りのちょっとシビアなフックにも見えるんですけど反対側から見るとフックしないなっていう感じでまっすぐちょん。危な、うん、左足サイドから入ってくれました。ナイスバーディーです。続いて17番ホール328ヤード、これ左サイドにバンカーあるんですけどもまあ3番ウッドだと多分キャリーで越えてくれるかなっていうところで左にしっかりとドローを打ちました。バンカーあるんだよな、うん、ここはですねこうフェアウェイ、センター狙いでいくとちょっとつま先上がりのライが残るんですね。左に傾斜しているようなホールなので捕まえて左サイドに置くのが正解です。うん、これは完璧でしたね。で、なんでセンター方向でつま先上がりが嫌だったかというとグリーン左サイドがめちゃくちゃ狭いんですね。すぐ OB になるので右サイドに置くとつま先上がりで引っ掛けそうなライが残るので、ここはこの平らなラインに残すことが大事です。でセカンド完璧な当たりで、根元落ちたかと思ったんですけども、うん、だいぶ奥まで行っちゃってましたね。ピッチングではなく52度だったかな。バーディートライ、うん、しっかり打ってフックラインを読んだんですけども、うん、だいぶオーバー 1.5メートル、若干のスライスですがカップ過ぎたらそんなに曲がんなかったんでそこまでしないかなって、うん、ギリギリ右サイドからカップインですね。ナイスパーです。いやすごいですね。前半まだ1オーバーということで絶好調です。18番ホール399ヤード、ここバーディー取ったら、ね、パープレーなんですけどもまあそんなことはあまり考えずにいつも通り右ドックなので、打ち上げちょっとセンターからフェードです。これはですね最短距離最高のショットがここに来て打てましたね。ちょっと打ち上げでこういう目線の時ってこう煽り打ちになりやすくて右の木の方にね打っちゃう人結構いますけどね、しっかりと高さをなんか球を上げようとしないっていうのが大事ですかね。セカンド打ち上げでバンカーは絶対越えなきゃいけないところですね。なので1番手ちょっと上を持って、しっかりと打ちました。少し左足上がり傾斜があるんですけども、うん、さっきのティーショットと一緒で球を上げようとする動きは一切入れない、むしろ打ち込んでいくようなラインを出していくようなショットです。ここバーディーパットですね。ここ入れたらパーです。パープレーなんですけど、うん、バックスイング異様にちっちゃいですね。こういうプレッシャーがかかるところでもしっかりとバックスイングいつもの通り取れてテンポを守らなきゃいけないっていうのが反省材料です。というわけで、前半9ホールしっかりとマネジメントして丁寧にラウンドしてみました。まあショットももちろん良かったんですけど出来すぎだったかなと思うぐらい良かったです。
というわけで、前半の検証結果です、丁寧なマネジメント、それから自分のコントロールできる範囲の中でのショット、番手選びをしていくことですごく落ち着いて、メンタル的にもとてもいいラウンドができるということが分かりました。後半は、自分の持てる最大飛距離だったりとか、まあ、あんまりマネジメントをしないでピンを狙っていくようなラウンドをしていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。それでは失礼します。ありがとうございます。